小さなことだろうと。 でも、それによくぞ。 前説決さそれに。
何か用か。また来てくれ。先生、少し付き合ってくれる？どうしてもやっておきたいことがあるの。行って戻ってくるのに日数を費やすけれど、聖母での儀式には間に合うようにするわ。秘密と言いたいところだけれど、アドラステア帝国の帝都アンバルよ。私にはそこでなさねばならないことがある。ありがとう。そうと決まればすぐに出るわ。お父様、無理なお願いをして申し訳ありません。そのお体では玉座に座ることも大変でしょう。ですが。いいのだ、エーデルガルト。わしに残された時は少ないと理解しておろう。ならば今しかないのだ。感謝します。玉座まで帝冠を授かる。でなければ帝国の皇位継承の儀は成立しない。かつてセーロス正教会の司教が担った見届け役は先生が務めてくれましょう。エーデルガルト、私は帝国のすべてを継ぎます。すべての人のために。これをエーデルガルト・フォン・フレスベルグ、赤き血と白き剣の盟約において総統のわしを神戸にいただく汝を新たな皇帝とする。その覚悟はあるか。フレスベルグの名と古の盟約に従い、フォドラを導き民の安寧を図るため、その座に君臨することを誓います。これで皇位継承は済んだ。結局わしはお前に何もしてやれなかったな。王国へ連れ去られた時も、宰相が恐ろしい行いをした時も、わしは見ていることしか。もう良いのです。お父様、私はお父様の目と拳に救われたのですから、お父様が私を思って向けるその目を私は信じていました。お父様が固く握った拳から血が滴るのを私は見ていました。私が血を流している時、お父様もまた血を流しているのだと知っていました。いいか、信条抜け出しては。これはエーデルガルト殿下。宰相、故障が間違っているわ。私は殿下ではない、陛下と呼びなさい。まさか。ただいまをもってアドラステア帝国の皇帝はエーデルガルトになった。軍務百官を召集して布告の準備を進める。宰相、お前にはうっ鋼鉄を命じる。外部との連絡はしばらく経ってもらうが。そんな、まさか。承知いたしました。
エーデルガルト、いやエル、この国を、このホドラを頼んだぞ。お父様。先生、付き合ってくれてありがとう。これで私はアドラステア帝国の皇帝、もはや立ち止まることは許されない。聖母での儀式を終えたら帝国に戻るわ。あなたともそれでお別れかもしれない。そろそろ時間のようね。皆も待っている。行きましょう。感謝します。驚きましたか。ここが聖母です。大修道院の地下にこれほどの空間があったなんて。地下へと降りるための巨大な仕掛けもとても今世の力とは思えない。ここはかつて世界を作った女神とその眷属たちが眠る墓所。この玉座は我らが主女神ソティスが座したものと伝わっています。この玉座に見覚えがありますか。本当に本当にこの日を待ちわびました。玉座に座りなさい。必ずや女神の啓示があるでしょう。どうです、何かあと一歩のところまで来ているはず。一体何が足りないと。そこまでよ。全員動くな。動けば命はないぞ。ここまでの案内実にご苦労。聖母にあるものは帝国軍が全ていただく。帝国軍？どうしてこんなところに。あれは炎帝の配下ではないか。まさか炎帝と帝国がつながってたということか。まさか僕らの国が背後にあったとはね。エーデルガルトさんはこのこと知って。ええ、全て私が指示したことよ。私のもう一つの名は炎帝。学校ごっこもここまでですな、エーデルガルト様。いや、陛下。それ、お前らはさっさと働け。紋章石も汚え骨も何もかも奪うんだ。
あなたは何ということを。神聖な墓所を踏み荒らした罪、その命で贖いなさい。主にあだなす逆徒どもを滅ぼすのです。おい待ってくれ、どういうことだよエーデルカルト。私たち利用したですか？どうしてそこまで。ごめんなさい先生、けれどこれが私の進む道。学級の皆にはおとなしくしてほしいわね。私の目的は戦いではないのだから。アドラステア皇帝エーデルガルト・フォン・フレスベルグの名において命じる。迅速に紋章石を回収しなさい。抵抗する者は殺して構わない。の暴挙を決して許してはなりません。ハントどもを討ち、セイボを守りなさい。紋章石は棺の中だ。片っ端からこじ開けていけ。セイボが暴かれるなどあってはならぬこと。一つでも多くの紋章石を守るのです。舞台に上がるより緊張するわね。よかったわ。よし行くぞ。おっしゃ行くぜ。やっと邪魔するやつはぶっ飛ばす。ええ行けるわ。まだまだ頑張らなくっちゃ。焦らず戦おう。先生、奇襲有利思います。火の精霊、加護感謝します。フェルディナント・フォン・エーギル。さあ、仕事だ。狙う。せい。つまらん任務だ。よっ。地獄で寝てろ。
それでいいわ。紋章石は根こそぎ奪って。もうおやめなさい。あなたたちはその石を何だと思っているのです。加減すべきだ。私、遅れ取りません。
目標沈黙。この程度では満足できないな。これで決める。この経験は糧になる。殺していいとさ。さて、どう調理してやろうか。おりゃ、やめろ、やめてくれ。俺はあいつの命令に従っただけ。
言い訳はしないわ。今までありがとう。本当は、いや、やめましょう。ここまでのようね。残念です、エーデルガルト。ウレスベルグの据えたるあなたが聖教会を裏切ることになろうとは。先生、私の前に立ちはだかるのはやはりあなたなのね。エーデルガルトを切りなさい、今すぐに。この者はフォドラの最悪。主はこのハントが生き続けることを決して許しはしません。本当に、いえ、今は話をしている余裕はないわね。ええ、貴殿の選択に言葉を絶するほどの感謝を。そうですか、あなたも失敗だったのですね。聖母を怪我し、我らが同胞を辱めた者にあなたは力を貸すと。そのようなものに女神ソーティスの力を行使させるわけにはいきません。せめて私の手であなたを裁きましょう。その胸を裂き、真の像を取り出して。あれが白きものですか。そう、フォドラを長きにわたって支配してきた人ならざるもの、レアがその視界なのよ。
もはや一刻の猶予もなりませんが、陛下、先生、脱出を。白雲の章、古月の節、宗派の幕開け。月明かりのさやけさを共に感じながら、人々は一年の終わりを思い忍ぶ。別れを惜しみ、出会いに胸を膨らませ、それぞれの道を歩いていく。徐々に濃くなっていく春の気配をよそに、空にはただ古月が浮かんでいる。何かを象徴するように。追っ手は巻いたようね。ここは帝国軍の仮設陣地の一つ。軍勢を整えるくらいはできましょう。それで確認しておきたいのだけれど、あなたたちは本当についてきてよかったの？さすがにフレンはいないみたいだけれど。やべ、先生が駆け出したからつい全力で追っちまったぜ。カスパル、判断できないもの死にます。戦場の露ですから。私、帝国共にある同盟するブリギット王の孫です。いや、やっぱりついてきたらまずかったですかね。失敗でしたか。でも私の家帝国にありますし、先生も一緒だし、どうすればいいんです？俺はそれでいいと思うけどな。ただ反皇女派だった家もあるしな。私のことか。私は自分の判断が間違っていないと信じたい。君が皇帝なのだ。それに君をいさめられるのは私くらいのものなのではないかな。ふう、僕は知ってますからね。あなたと戦うのが一番面倒だと。私はエーデルちゃんというより先生についてきたのよ。当然だけど領地なんてないし、ヒュー君は不本意かもしれませんけど。戦力は多いほど良いですからな。この際、理由など何でも構いませんが。皆の考えは分かったわ。ならば今一度覚悟を問わせてもらう。私は立った。進む道をこれと決め歩み始めた。この道は女神に剣を向けるも等しい茨の道。一つ間違えば我々は滅ぶ。だけどあなたたちも見たはずよ。大司教は獣の姿になったの。彼らは獣の力で奇跡を起こし、女神の存在を信じさせて人心を操ってきた。歯向かう者を無慈悲に殲滅し、歴史の真実を覆い隠して私たち貴族の子弟に教育を施す。私たちはそれを身をもって知っているわ。そうではないかしら。セイロス教団の勢力は強大な上、王国や同盟の諸侯をも動かそうとするでしょう。その難敵に我々は打ち勝たねばならない。人々のために、フォドラのために、私と共にこの道を歩めるというものだけが、今ここで一歩を踏み出しなさい。皆の意志に感謝するわ。我ら帝国に勝利あれ。お見事でした、エーデルガルト様。ありがとう。正直に言ってほっとしているわ。皆が私についてきてくれて、たとえ一人になっても進むと決めたけれど、一人になりたいわけではない。私がいる限り決して一人にはなりません。その点はお忘れなく。それにやはり先生の存在は大きかったですな。
そうね。少し先生と話してくるわ。あなたは準備をお願い。伝令が来る頃でしょう。はっ、お任せを。先生、少し話してもいいかしら。ありがとう。私は私は不安なの。不安で押しつぶされそう。今まさに私の言葉一つで戦争が始まろうとしている。前節の聖母への襲撃、それが自義に思えるほどの大軍が戦場へと向かっている。各地で策謀がうごめき、決断を迫り、開戦の準備が進められている。多くの将兵が死ぬでしょう。戦乱に巻き込まれる民も少なくない。戦の炎は飛び火し、ホドラ全土で犠牲者を生むに違いないわ。そんな命令を私は出しているの。あとは号令一つで戦火は燃え上がる。いいえ、もはや後戻りはできないわ。私の足元にどれほどの血が流れようと、歪んだ教団の支配を打ち砕かねばならない。犠牲のない未来を作るための犠牲。矛盾のようだけれど必要なものよ。答えなどとうに決まっているのに、ただあなたに肯定してほしいだけね。先生、私の手を取って本当に良かったの？私と違ってあなたにはまだ後戻りできる道がある。このまま進めば大司教や教団の人たちと殺し合うことになるわ。それでいいの？本当にあなたは。ごめんなさい、愚問だったわね。私は先生を信じている。先生も私を信じてくれた。今はそれだけでいい。それだけで私は戦って行ける。行きましょう。ヒューベルトと話があるわ。陛下、本軍から予定通りに進軍中との報告がありました。それと激分の手はずも整っています。帝国は間もなくホドラ全土の諸侯に激分を発するの。セイロス教団の暗部を暴き、ホドラの民に王国や同盟の貴族の不正を突きつけて、彼らが一致団結して帝国と戦わないように揺さぶり働きかけるのよ。もちろん帝国への協力を取り付けてある貴族たちもいるわ。教団との敵対を選ぶ貴族もいるのです。断ずるべきは断じ、許すべきは許す。すでに帝国貴族の一部、腐敗した輩の粛清は済んでおります。中には我が父も。全く仕方がないことです。そしてそれに合わせてガルグマク大修道院を攻め落とす。すでに本軍は帝都を進発しているわ。あと2週間ほどで到着する。私たちもそれに合流するのだけれど、軍でのあなたたちの立ち位置をどうしようかと思って。そうですな、どうせ陛下も先生の軍に加わるおつもりでしょう。となると帝国の本軍に組み込むわけにはいきません。皇帝直属で戦場を自由に移動できる遊撃軍といったところが妥当かと。ええ、先生が皇帝である私を指揮するなんて表立ってはできないから。そもそも前線に出ることすら私は反対ですがね。ヒューベルト、それについては議論を尽くしたはずよ。これはこれは、失礼をいたしました。さて、そうと決まれば
私たちの新たな軍に名をつけるわ。我らがアドラークラッセにちなんでシュバルツ・アドラーベイヤーというのはどうかしら。先生にそう言ってもらえてよかったわ。一晩かけて考えたの。先生、あなたはシュバルツ・アドラーベイヤーの出撃準備を進めてくれる。頼んだわ。またいつでも来てくれよ。いらっしゃい。また来てくれよな。になるわね。やるべきことは山積みなのに、次から次へと問題が発生して、たまには甘いものばかり食べて一日ゴロゴロしていたいわ。ヒューベルトみたいなことを言うのね。私にだってそういう時はある。まあ絶対対ヒューベルトに止められて実現しないからやらないけれど、今は無理でもいつかはゴロゴロ。今笑ったわね。そんなに私がゴロゴロするとおかしい？そう、先生の考えは分かった。まあいいわ。それより伝えたいことがあったの。その改まって言おうとすると少し照れくさいわね。ありがとう。あなたのおかげで私は私の道を進める。きっと私一人だったら心の余裕を失って冷徹で非常な皇帝にでもなっていたわ。あなたが私の隣にいてくれるおかげで私はエーデルガルトでいられるの。今まで誰一人として私自身を超えて私を指揮できる人なんていなかった。私と同じ目線に立って皇女だとか皇帝だとかを気にせずに対等に話してくれる人はいなかった。私は孤独だった。暗い闇の底から一人で立ち上がった。
あなたはそんな私に刺した眩しい光だったのかもしれないわね。なんだヒューベルト。貴殿の弓の腕を思い出していたのです。実に見事でしたよ。それこそ軍中に立つ将の首を遥か彼方から射抜くこともできるかと。戦場で主を守る者にとっては最も厄介な相手でしょうな、貴殿は。そう警戒するな、つまらん奴だ。雇い主を、君のお姫様を狙ったりはしない。だといいのですが、契約を平気で破る輩は多いですからな。それとエーデルガルト様は断じてお姫様などではない。シャミア殿、無礼が過ぎるのでは。様をつけて無礼とは心外だな。それに心配無用だ。お姫様との契約はしっかり守る。またお姫様と。悪い癖だ。次は気をつける。ええ、そうしてもらいたい。私にも堪忍袋のというものはあります。いくらエーデルガルト様が仲間と認めた相手であっても、うっかり殺してしまいかねません。私は私で判断しているのですから。物騒だなヒューベルト。だが殺すなどとは軽々しく口にしないものだ。私にも私のやり方がある。契約の邪魔になれば。私を消すとでも。その先は口にしないと言ったぞ。ベルナデッタ、少しいいだろうか。以前のことで。ねえ、出たー、助けてください。ベルナデッタ、落ち着きたまえ。扉は開けなくていい。聞いてくれないか。開けなくていいんですね。なら聞きます。ありがとう。この前は勝手に話を進めてしまい本当にすまなかった。私は君が引きこもりを恥じていて、そこから抜け出したいのだと思っていた。だが君の反応から察するに、それは間違いだったのだな。私はこのままでいいんです。いえ、このままがいいんです。そうか、やはり君への理解が足りなかったようだ。それに無理強いするつもりはなかったのだが、君をあれほど怯えさせてしまうとは。貴族にあるまじき振る舞いだった。そうですね。私は恥ずかしい。誇り高き貴族にふさわしい言動が何一つできていなかった。他者をおもんばからず深く傷つけ、自業自得の怪我を負ったことでさらに相手を怯えさせた。私が積み上げてきた全てが崩れていく。ああ、私は貴族として失格。フェルディナントさん。ベルナデッタ、なんだかよくわからないけど、そういうことは言っちゃいけないと思います。全部フェルディナントさんのせいじゃ。私だって悪かったんですから。怪我させちゃったし、ごめんなさい。いいのだ、軽傷だったしすぐに治ったさ。積み上げてきたものは簡単に崩れません。そうだろうか。私、引きこもりが嫌ってわけじゃないですけど、それでも外に出なくちゃいけないことがあるのは分かってます。だから少しずつ外に出ることを積み上げて生きてます。そうだね。君は私が初めて出会った頃よりはるかに活動的になっている。でも失敗しちゃった日は
やっぱり外に出られません。怖くて。でも翌日はまた頑張ります。それまでの努力は消えたりしないと思って。だからそのフェルディナンドさんがいつも努力してるのは知ってますから。その何と言うんでしょう。はい、そんな感じです。おしまい。そこで話が終わるのかい。ひどいです。真面目に話してたのに。笑ってもらえてよかったですけど。